山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、今工場長の今野が、現在ですね、納車整備を進めておりますこちらの MT-09 トレーサーなんですけども、オーナーの方はですね、このバイク自体、結構シート高が高いんですよね。はい、なのでちょっとですね、足つき性を良くするために現在ローダウンもですね、やっております。で、納車整備の方はほぼ完了して、でうちの納車整備はですね、すごく、細かいところまでやるので、ちょっとですね、多分ちょっとよくわかんないですけど、他店さんよりも多分お時間をいただくことがあるとは思うんですけども、基本的に消耗品もですね、全部チェックして、もうダメなものは全て新品に交換して、バイク関係 の、 この車体周りの油脂類もですね、全部液体液物を交換して、もう基本的にもうダメなものは全て交換して新品に変えてですね、納車整備をしてバッチリ乗れる状況でいつも納車しております。で、ローダウンなんですけども、リアサスのですね、付け根のリンクのプレートのところを、短いのに変えてリアをですね、ローダウンしました。で、結構ですね、ご自分でやれてる方とか、よくお話を聞いたりすると、ローダウンしてそのままの人が多い気がします。バイクってこう純正だとこうあるとして、リアの、サスペンションですね、ローダウンをするとこうなるわけですよね。ってことはフロントも落とさないとバランスが悪くなるわけですよね。バイクってこう全てがバランスなので、例えばこうリアがポッと落ちたらフロントもその分落としてあげないといけないわけでございます。で、リア落とした分ですね、フロントのフォークの突き出しを変更して、その分突き出してフロントも同じくらい落としてあげてバランスを取ってですね、あとはそれに伴ってフリーロード等もですね、セッティングをして、バッチリこうローダウンしても乗れる状況、乗りやすい状態でお客さんに乗っていただくと。はい、で、昨日ですね、そのローダウンした状態でちょっと乗っていただいたんですね、お客さんから。ですけども、ちょっとまだ足つきの方があんまり芳しくなかったので、シートもですね、工場長今度めっちゃシート削るの得意なんですようちのですね、グラムのレーサー、僕のレーサーもそうですし、うちのお客さんのですね、4名のグラムのレーサーのお客さんのシートもですね、全てこう巧妙な手口でカットをしてですね、お客さんのですね、理想に合うよ、沿うようなもうカットをしていると。で、これもですね、今削ってこの表面のですね、皮をですね、外して中のスポンジを削ってあげて、で最後皮をピシャッとこう合わせてエアタッカーでクシャン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 と締めていくんですけども、これまだエアタッカーしてないので皮がピロピロなんですけども、MT-09 トレーサーのシートってここ結構横が張り出してるんですね。で、バイクって基本的にこう車高を落としたりとかしてもシートの形状によって足つきが悪いっていうことも結構あるんですよ。ここがストンと落ちてると、わかるかな、こうまたがった時にシートがこうなってると足がこうなるわけですよね。そこがストンと落ちてると足がストンとこうなるので、ここの脇っていうのが意外と重要なんですね。で、 MT-09 トレーサーがここ結構張り出てるので、そこをですね、こうなるべくスリムに落としてあげて、ストンとこう足つきがいいように、調整をちょっと削ってですね、調整をして、このお尻の部分をですね、あんこ抜きって言ってこう削ってしまうと、結局お尻が痛くなるんですよね。クッション性が悪くなる、クッションが今回あるのが今回になってしまうと、やっぱり振動とか疲れでお尻が痛くなるというわけですので、ここはですね、なるべく削りたくないんですねなので、ここはですね、なるべく落としてあげて、違和感ない自然な感じですね、工場長今度がこうチーズを削るごとく削ってるわけですよ、いつも。なので、ちょっと足つきに問題があるという方はですね、ぜひですね、工場長今度に僕のシートも削ってくれというふうに言ってもらえればやってくれると思いますので、はい、そんな感じでですね、今いろいろ試行錯誤している MT-09 トレーサーの納車整備をしておりました。今日はですね、酒田はこんな感じで天気いいので、いよいよ土曜日ですからね、皆様のご来店をお待ちしております。今日も一日よろしくお願いします。